はい、みなさん、こんにちは。アメリカ会です。今日はですね、まあ、冒頭の動画見て、なんだと思った方いらっしゃると思うんですけどね。先月じゃないや。去年の11月の終わりに、長野市に旅行に行きました。そして今年の1月に佐世保に行きました。でですね、それぞれの都市に行って、それで、まあ、似たようなものを買ってきたんですよ。非常に珍しいなと。東京で私見たことないですね。秋葉原とかに多分あるとは思うんですけども。まあ、自動販売機で買ったものです。で、今、紹介したいと思います。まずこれ、冒頭に言った。馬出し。これは佐世保で買いました。あともう一つ、長野市で買ったのがこれです。見えますかね？出し道楽。そうなんですよ。これ二つ。自動販売機で、出汁を買ったんですよ。液体の出汁です。で、今日これちょっと飲み比べてみたいと思います。でですね、この佐世保で買った方は、もう、馬出汁、これ飲むお出汁って書いてるんですよ。飲むんですよね、これ。まあ、飲料として、まあ、飲むというような感じ。どうでしょうね、飲料として飲む。味噌汁チックな感じなんでしょうかね。飲むという感覚では。で、まあ、飲んでみようと。で、これはもう本格的な、まあ、だし。うどんのだしだとか、そばのだしとかに使うだし。で、使うと、で、やると。で、こっちは常温で売ってました。自動販売機の常温で売ってました。あったかくもなく、冷たくもなく。こっちは、ホットで売ってました。あったかかったです。買った時。でですね、まあ、条件は同じにしようということで、ですね、ホットじゃなくて、この常温のまま飲みたいと思います。で、こっちは、7、8倍、7倍から8倍、水1に対してこれ7から8ぐらい入れるんですよ。なんで、それでちょっと飲んでみようかなと思います。で、まずじゃあこれ飲んでみましょう。初めて飲みます。どれぐらいですか？どれぐらい？ 12 日、2ヶ月以上経ってますけどね。初めて飲みます。じゃあちょっと飲んでみましょうか。まあ、よく振って。でですね、これはですね、販売者がですね、株式会社山屋コミュニケーションズというところなんです。福岡ですね。福岡市にある。福岡県福岡市にある、九州にある、会社の出汁ですけどね。馬出汁、ちょっと飲んでみますよ。色はわかりますかね？色は、ですね。色は、ほぼ透明ですね。ほぼ透明です。後ほど出しますけども。では。いただきます。うん。ここにですね、書いてあるんですよね。まあ、焼きあご、あと、かつお節、なんですかね、小幅節って言うんですか、小サバ節、サバ、サバですね、サバ、サバの節。あとは、うるめ、いわし節。で、あとは、原木栽培しいたけ、昆布と。まあ、全部国産ですね。国産。国産の焼きあご、枕崎産の鰹節。またこちら、枕崎産の、サバ節って言うんですかね。うん、で、熊本産のウルメ、イワシ節。で、九州産の椎茸。で、北海道産の昆布。北海道産の昆布。もう反対ですね。ちょっとまだもう飲んでみますね。ですね、まず非常に味が薄いです。薄いっていうことはごくごく飲めるってことです。これちょっと、温めて飲んだらあっという間に飲んじゃいしそうですね。うどんの出汁を薄めて、それで飲料化したようなものという風な感じですよね。非常に美味しい。非常に美味しい。これ、この後、取った後、ちょっと私今日こう、カレーを食べようと思うんでね。カレーと一緒にこれ、飲んで。見たいと思います。で、あともう一つですね。この焼きあご。焼きどろく。これ、ちょっと開けてみますね。まだ開けてないんで。開けました。でですね、ちょっとこれだけ、飲んでみますね。原液というか。原液だけちょっと、ちびっと。ああ、しょっぱいです。これ、やっぱり、ですね。うどんだと7倍から8倍薄めなきゃいけないんですよね。で、ちょっとじゃあ、ちょっと薄めてみます、今。すいません。間違えてました。配分を間違えてました。ですね、水を、さっき水を1に対して、
これを7って言ったじゃないですか。逆でした。逆でした。これを1に対して、だしを1に対して水7です。ただ、水7でも、さっき試したんですけども、水7って言うと、あれなんですよね。1対7だとうどんなんですよね。で、このだし1に対して、水15でようやく、お吸い物になるんですよ。なんで、これで15でお吸い物にしてみました。これが、これちょっと飲んでみたいと思います。うん。違いますね。この馬出しと違います。なんだろう。ですね。だし1、だし1に対して、これ水15入れたら、こっちってどっちかというと、あごだしとかそういうのもあるんですけども、こっちの方が、これ椎茸入ってるんですよね。で、椎茸と昆布も入ってるんですよ。椎茸昆布の味が、これよりも強いです。ええ。こっちはですね、椎茸、昆布入ってるんですよ。昆布入ってて、椎茸は入ってないんですよね。椎茸は入ってないですね。椎茸は入ってないです。顎出汁は入ってますね。顎と、あと鰹節のエキスと。ね。なんで、うん。やっぱりこれ椎茸ですね。椎茸の違いですね。椎茸の違い。ということになりますけどね。まあ椎茸は十分出汁取れます。実は私椎茸嫌いなんですよ。あんまり好き嫌い、食べ物好き嫌いないんですけども、椎茸はダメなんですよ。ただ、出汁としての椎茸は大丈夫ですね。大丈夫なんですよね。なんで、こちら、椎茸の出汁が好きだっていう人は、馬出汁。いや、椎茸いらないよって言うんだったら、こっちの、ですね、出汁道楽の方の、まあ、出汁道楽を使っての、その、お吸い物の方がいいんじゃないですかね。ああ、うん。こっちの方が、なんていうかな、椎茸使ってないけども、コクがありますね。こっちのコクが、コクがある。こっちはグビグビ飲める感じです。やはり山や馬だし、鰹節がやっぱり入ってるんで、まあ、こっちも鰹節入ってますけどもね、鰹節のエキス入ってますけども、かつお節はこっち。かつお節と何でしたっけ。椎茸の風味はこっち強いです。こっちは、じゃないけどもコクがありますね。じゃないけど、椎茸とかかつおの味は出てない、あまりないけども、さっき飲んだこれに比べる、馬出しに比べるとないけども、コクがある。コクっていうのはこういうふうなもんなんだなっていうのを思い知ると思います。いや、これででも、お吸い物作ったら、すんごい美味しいでしょうね。で、これこっちの味道楽 500ml なんで、まあ、500に、まあ、15かければ、どれぐらいですか。7.5 リットル、7.5 リットル分の、お吸い物が取れます。まあ、7.5 リットル、あるいは3リットル分、3.25 リットルぐらいですかね。この半分なんで。まあ、その、3.5 リですか。3.5 リットルの、うどんの、汁が取れます。まあ、そういう風にしてね。まあ、いろいろ、まあ、あれ、あれですね。で、最後、ここ、面白いこと書いてるんですよ。これ、わかりますかね？顎が入ってんですよ、顎が。これ、ちょっとわかんないかな。わかりますかね？見えますかね？これ、魚入ってんですよ。顎が入ってるんですよ。なんで、これ全部飲み終わったら、全部飲み終わったらどうするんだっていうのが書いてあるんですよね。中の魚はオーブンでこんがり焼き、粉末にすれば、ふりかけとしてお楽しみいただけます。というふうなことです。ということで、この長野の方、だしドラク、まさにだしとして使いますね。で、こっちはもうね、ほんとね、馬だし。例えば、弁当買った時、ウーロン茶じゃなくて、今度は馬出汁で飲もうとか、馬出汁で、まあ、弁当と一緒に、まあ、飲んだり食べたりしようというふうなことを言いますね。
中身は何も入ってないです。その液体だけしか入ってないです。こっちは、魚入ってますけども。ということで、あ、ちなみにこれ値段。確かの、冒頭の動画でも多分見えたと思うんですけども、ダジドラク、700円。700円です。自動販売機で700円ですか。これが確かね、140円なんですよね。140円。もうこれ、185g ですけども、飲み干しそうです。飲み干しそうです。もうこっちはもう完全に飲み干しちゃいましたけどね。少なかったですけども。まあそういうことで、まあどちらにもまあ特徴があるし、グビグビ飲む、そして昆布と、あとカツオだしの風味十分味わいたい。昆布じゃねえや。まあ昆布もそうですか。昆布、椎茸、そしてカツオ節の味を十分堪能したいんであればこちら。で、こちらは、まあ、椎茸の出汁はそうでもないけども、コクがある、そういう風な、ものを楽しみたいんであれば、こちらですね。まあ、もちろん、これ調味料なんでね、いろいろな、うどんじゃなくても、そばとかいろんなの使えると思います。まあ、ということで、実は私、これ、紹介したかったんですよね。まあ、どうですかね。ちょっと長くなりましたけどもね。まあ、どちらも、長野駅、もしくは佐世保駅から近いです。歩いて5分以内の、まあ、半径5分以内の圏内にあります。なんで、まあ、ちょっと探してみたらどうですかね。こっちの長野の方は、行くとわかるんですけども、東急があるんですよね、東急百貨店。その裏の自動販売機で売ってます。で、こっちは、ちょっとわかりづらいですね。ちょっとわかりづらいです。私もちょっとわかりづらいです。わかりづらいです。港側でない反対側の方の、陸地側の方の入り口を出て、左側も上がって、それでちょこちょこって歩くとあります。まあちょっとぜひ探してみてください。ということで今日はこれで終わりにしたいと思います。両方とも美味しかったです。アディオス。アスタモニャラ。